ゃん。できました。やっとできたよ。こんな感じ。あのね、もう作りたくないっていうのがね、大きな感想で、今回ね、もうちょっとこれ持ってるのも大変なんですけど、まあとりあえず、まあガンダムがね好きな、ガンプラが好きな人とか、まあ僕は特にサザビーが好きなんで、やった感はすごい大きくていいんですけれど、でしかもやっぱりこのなんていうの、あのカトキはじめがやっぱりこうちょっとね手を加えたっていうか、まあデザインしたっていうので完成度はねすごく高い。やっぱりこのサイコフレームが見えるっていうのも大きな魅力でもあるし、あとなんどうかな、うん、ディテールも綺麗で、うん、パーツとして見ればすごくいいです。塗装して良かったなとは思うんですけれど、うん、じっくり作りたい人にはおすすめ。僕みたいにねカーモデルばっか作ってる人間、やっぱりパーツが少ないんで、それと比べちゃうとパーツが多すぎてすごく大変だった。ガンプラ慣れしてる人にはいいかなと思います。で、まあこうね、今このカメラで見ると結構こう艶が出ててね、いい感じには見えるんですけど、やっぱりカーモデルに慣れちゃってるんで、ガンプラだと研ぎ出しは僕はねしてないんで、塗装だけで綺麗に見せようと頑張ったんですけど、ものすごく納得いかない艶になってしまいました。うん、まあでもね、よう頑張ったわというところでしょうか。うん、まあ喋っててもしょうがないんでね、とりあえずお立ち台に乗せてね、また見てもらおうと思います。まあ、もしね今後作られるような方がいたら、覚悟して作った方がいいと思います。まあキットの値段もなかなかするんでね、それだけ十分楽しめるキットではあると思います。では早速見てもらおうと思います。